皆さんこんにちは。皆さん、別れって突然の大切な人との別れっていつまで経っても認められなくて、別れを認められなくて辛いですよね。そんな経験もあります。でも今回の別れは、大切な人ともうすぐ別れなきゃいけない、これは人間として生きる世の常だと、みんなが味わう別れだと分かっています。分かっていても、大切な大切なものとの別れというのは辛いなという動画です。もう最後の別れだなと思う日からお別れして何日経つんだろう。もう、多分2週間ぐらいですね。それでも今アフレコ入れてて、これは強がっている感じです。こんばんは。今日の動画は、私の YouTube 生活において本当に宝箱を皆さんに少し紐解いて、お見せするというような、私自身にとっては、本当にとてもとても大切な大切なものを皆様に、お見せする時のような気持ちになっておりますので、とても緊張しております。今、前置きが長くなると動画がどんどん長くなっていきますので、前置きはこれぐらいにいたしまして、今皆様に見ていただいたのは、私がですね、7月に、2泊3日、90歳の、おじさんに会うのが、これで最後ではないかと思われる、旅行のですね、2泊3日、もうびっちし大好きな大好きなおじさんと2泊3日ずっと、おじさんの運転なさる車で観光に行かせていただきましてね、本当に最後駅にまで送ってくださって、で駅の待合室で1時間半ぐらい前に着きまして、でその待合室でおじさんと2人でずっと1時間半ぐらいね、なんか待合室でテレビもかかっておりました。他の方もおられました。咳込んで鼻水ずるずるの女の子も横にいました。そんな中 で1時間半おじさんと過ごして、でもうこれが最後になるかもわからないと私は思っておりまして、そしておじさんもきっとそう思っているのか、とても静かになりました。で、本当におじさんと離れるのが嫌で、そして私とおじさんが待合室に待ってるんですが、そこにおじさんのお子さん、私のいとこたちが、私が帰るということで、お休みをわざわざ取っていただき、また仕事を
仕事を終わってすぐに、子供を連れて駆けつけていただき、あのお別れしたんですね。でその時に私はもうずっともうこれでおじさんとそして皆さんと離れるのが最後ではないかと思うことで、私はもう駅でずっとあの切符をこう入れなきゃいけないんですけど、その時からもう号泣しておりまして、で、おじさんの手をしっかり握って、初めておじさんと手を大人になってから握りましたかね。子供の時は握らせていただいてたかも分かりませんが、おじさんの手を握って、電車が来るまでずっとおじさんの手を握って、そしてドアが開き、電車に乗ってからの、撮影、それで今日の動画が、スタートしておりますので、最初見た方はびっくりなさったと思います。いきなりね、泣いてるんだからね。それであのですね、もうね、あのそういったあのそういったもう本当に自分の中では YouTube の中でももう本当に一番大切だって思うようなぐらいの、今回は大切な宝箱をね、皆様にちょっとだけお見せするような動画になっております。で、あのこんなにベラ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 あのお話しするのでね、肝心なことが言えないんですよね。で、書かなきゃいけないことをいっぱいいっぱい書いておりましてね、あのじゃあダーと言いますか、もう本当にあと少しでこの動画ね、あの終わら、このトークが終わらないといけないんですよ。なぜかというと、もうちゃんとあの音入れをして完璧に、秒と分を測って、4パターンぐらい動画を作ってて、それにこのトークをくっつけて皆さんに私の宝箱の素敵な動画を見ていただこうと思ってるので、計算するとあと1分半ぐらいでこれ終わらないといけないんですけども、こんなにもたくさんありましてね、まず、90歳になるおじさんが、田舎の旅行なんで私を送り迎えしていただいてね、それじゃあバーって言います、上手に言えないんで、ほんとどんくさいですね。すいません、ウニの毛がちょっとお行儀悪くて。まずおじさんと会いました。おじさんが連れてってあげるけん、おじさんがちゃんとあの前さりさんが来た時のためにね、ちゃんと準備してあけんね、元気に来ればいいけんって言って電話で言っていただいてね、で米子駅に着いてホテルチェックインして、おじさんが車で迎えに来てくれました。90歳のおじさんですよが車で私を観光に連れてってくださるんですよ。これだけでもすごい感動することじゃないですかね。おじさんがあの本当にあの全然あの元気っていうか、しゃっきりしておられて、本当に会話が同年代ぐらいのテンポの速さで行きましてね、それがすごく嬉しかったです。じゃあ早口でちょっと言ってしまいます。まずおじさんと会いまして、水木しげるロードに行きまして、堺港に行って、おじさんの行きつけの回転寿司にね、行くということになってたんですけど、お休みでした。それから、2人でカラオケボックスじゃない、おじさんが行ってるステージのあるカラオケに連れて行っていただいて、で私ちょっと太りすぎておしゃれしてスカート持って行ったんですが、ジャージで、もう本当に恥ずかしい、おじさんの大切な皆さんの知り合いのところにジャージと T シャツで行きまして、カラオケ15曲2人で歌いまして、で、それからですね、これ何、その後あのおばのね、動画でも言ったことがある私の大切なおば、この今回会ったおじの、あの姉です、姉の動画出したことあるんですけども、そのおばさんが5年前に亡くなっているということで、あの
お線香あげに行かせていただきまして、からホテルまでおじさんに送って行ってもらったのが1泊。2日目はまたホテルにおじさんと、いとこが迎えに来てくださいまして、松江城に行きまして、で、ベタ踏み坂っていうところに行きまして、それから漁港に行きまして、安木節のところに行って、で、海鮮を食べて、それからあの海座っていうところに夜、そのまま2日目の夜はみんなで居酒屋に行きまして、まああの美味しいまた海鮮いただいたんですけど、田舎の方はね、お酒もあんまり飲まなくて、解散するのも早かったですね。でホテルにまた送っていただきまして、次の3日目最後ですね、またおじさんが朝迎えに来ていただいて、で2人でね、漁港、魚とか牡蠣とか取れたてのある漁港センターみたいなところに、嬉しかったですね、そこに行って私牡蠣をいただいて、それからまたカラオケボックスに行って、でなんかお店に連れて行っていただいて、帰りのお土産を買っていただいて、で駅で待って、駅の待合室で待って、駅のホームで号泣してという流れになります。本当に長くなってしまったんですけれども、もうまだまだね、皆さんも見ててつまんないかもしれないんですけど、私にとってはもう大切な大切なおじさんとね、もう二度と会えるかどうかわからないのでね、本当だったらもう本当に正直言っちゃって、お仕事とかもねほっぱらかしてね、おじさんの最後一緒に、おじさんがこう天国にお行きになるまで一緒におじさんがこうなんていうんですかね、この優しいおじさんが天国に行くまで本当に一緒に生活してね、田舎に行っておじさんを本当に最後まで見守らせていただいて天国に送りたいっていうぐらい、本当におじさんをね、恥ずかしいですけど愛しておりまして、なぜそんなにおじさんが好きかっていうこともまたいろいろな理由があるんですけれども、やはり小さい時からですね、可愛がっていただいたっていうことで、本当に大切な思い出です。じゃあ今からはね、泣いてるのではなく楽しい楽しい動画で終わりたいと思います。今話しててどのように終わらそうかと思うんですけれども、それでは動画は楽しいので、こんなメソメソしている感じじゃない、私の宝箱の楽しいおじさんとの最後の思い出になると思う動画です。ご覧ください。で見終わったらいいね、高評価お願いします。ありがとうございます。この電車に乗ったのかどうかわかんないんですよね、電車が詳しくないんで、ヤクモに乗ったのかあずさに乗ったのかわかんないんですけど、まあこれで行きます。これから、山本当にね、山川です。そして目的地に行きますね。この電車はね、あんまり新しくなかったですね。帰りの電車はね、ブルーのシートですっごく新しくて綺麗でした。すごく天気が良くてね、もう気持ちいいでしょ。おいがね、梅雨をね絶対外した方がいいからって言って、宿泊の日にちを決めたんです。はい、米子駅にね着きました。かわいいですよ、嬉しい。たまたまこの電車が止まっててね、骨折してるのに小走りで撮りました。あと米子駅のモニュメントが映りますね。それからホテルでチェックインして、おじが車で私を迎えに来てくれるのを待つだけです。すごいね、これでお化けと取っちゃうか言うな。おじさん、もう一回触って触って、おじさんが触っているところを取る。
こうしてた。待って、今どう？もう取ってるけ。このまま持ってて、両足で。ああ、そうか。動かんように。うん、それ中心ね。で、はい、ありがとう。これ見るのはない、できんの？うん、暑い。こんにちは。ピース。暑いですか？暑いね。しょっちゅうに来て。今はね、はい、ありがとう。ありがとうございます。すいません。取れた。見て見て。はい、境港なんですけれども、船がすっごい大きいんですよ。私船がめちゃくちゃ好きです。すごいかっこいい、かっこいい。わあ、バッチリ取れた。電車レンタカー、電車、あ、電車、うん、運転線の運転線だから壊れらしい。逆にな、日本の人の作るのはあれでしょ、成功でしょ。はい、おじさんがね、あのいつも行ってる境港の回転寿司屋さんが定休日じゃないのに閉まってたんですよね。それで1時間おじさんと待って、回転寿司の北海道っていう、こちらも有名なんですけれども、こちらでいただきました。エビと取れたてのハマチと、で大好きな生ガキをいただきました。おじさん私よりたくさん食べたんですよ。やっぱりね、元気な方ってよく召し上がりますね。嬉しいです。ホテルにおじさんと別れて帰ってきました。なんでかわかんないんですけども、サンダルを磨いてますね。変なシーンですいません。ずっとね、その久々におじさんに会いたいがために、その1ヶ月ぐらい前からネットでチケットをね、慣れないチケットを取ったりとか、その間にまあ骨折してしまったりとかで、あとまあ慣れない、こうやってホテルにね泊まるっていうことがなんかすごく慣れてなくてね、夜眠れなくなったりするので、もうね本当になんかこうそわ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 した旅行前で、で旅行の1週間ぐらい前になったら眠れなくなってしまってね、それで電車で眠れるかなと思ったんですけど、結局電車の中でも興奮して眠れず、でもうおじさんに会って嬉しくて嬉しくて嬉しくて、でずっとお話ししてあっちこっち連れていただいてね、なんか自分でもね、一泊目っていうのはなんか本当におじさんに会ってるような、あったけど夢じゃないのかなみたいな感じでね。はい、ちょっと面白いテンションなんで靴を磨いてました。それでおじさんが町のカラオケに連れてってくださるっていうことで、おしゃれのねスカート持ってきたんですけれども、まあ骨折してバドミントンを休んでいた間にすんごくお腹が飛び出てしまいまして、踊ってますけどね、お腹が飛び出てしまいまして、スカートが、今持ってきたおしゃれなスカートがね全く履けなくなってしまって、ずっとジャージで過ごしました。もうちょっとテンションがね面白いでしょ。ありがとうございます。今日はね、じゃあ1泊目の2泊3日でしたので、1泊目の
あの旅行の、シーンで終わりました。まだ2泊目3泊目とね、先ほど申し上げましたように松江城も行きましたしね、魚介センターも行きましたし、屋敷にも行きましたので、またあの続編ということでね、皆さんが見たい見たくないにかかわらず、あの私の大切な大切な思い出の動画なんで、出していきたいと思います。それではあのいいね高評価よろしくお願いします。あのおじさんのことをね考えるとね、もうなんかあのまだお元気なのにね、もう泣けてきちゃってね、もう本当に考えると泣けてきちゃって、せっかくメイクしたのにね、もうメイクもハゲハゲになってしまって、ウニあそこにいますので、はい、それではあの皆さん、拙いね下手くそな動画ですけれども、最後まで見ていただき心から感謝しております。いいね高評価よろしくお願いします。危ない、今また骨折のところ、失礼します、痛い、バイバイキン。